皆さんこんにちは、フィットネスメイト平田です。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回はですね、胸と腹筋を同時に鍛えるトレーニングを作りました。でプッシュアップ、腕立て伏せで5種目の腕立て伏せで鍛えるトレーニングを作ったんですけど、腕立て伏せっていうのは肩、腕も鍛えることができます。なので今回の動画は胸と腹筋だけでなく肩、腕も鍛えることができるので、ぜひ最後まで頑張ってかっこいい男の体作っちゃいましょう。で腕立て伏せで大切なことは体幹を固定することなんですけど、体幹を固定するっていうのは強肩ってした時の姿勢です。なのでどこかの筋肉に力を入れるっていうわけではなく、胸、お腹、腰、背中、肩、お尻、足、すべての筋肉を適度に使ってピタッと筋肉を支えることになります。なのでグッと力むというよりは綺麗に支え続ける状態を作ることになるので、ぜひ体幹も意識してやってみてください。で実はですね、僕今めちゃめちゃ筋肉痛があるんですけど、本来筋肉痛があるときは筋トレっていうのはお休みしていただきたいんですが、今回ですね、僕はもう気持ちを優先したいと思うんで、筋肉よりも気持ちを優先したいんで、筋トレしたい気持ちが抑えられないんで、今回腕、胸、肩、筋肉痛あるんですけど、そこバチバチに追い込んでいきたいと思います。よかったら皆さんも最後まで頑張って筋トレ、男のかっこいい体を作っちゃいましょう。追い込んでいきましょうか。胸腹筋バチバチに鍛えていきましょう。そして服を脱ぐときにちょっと後ろの髪の毛がピーってなっちゃったんですが、申し訳ありませんが、もうそのままいきたいと思います。まず1種目目はビーストロードトゥープッシュアップです。プッシュアップをした後に膝を曲げてぐーっと背中を伸ばしていきましょうか。この時に膝が地面につかないように、地面につくギリギリで止めていきましょう。そして足幅はちょっと広めにずっとっていきましょうか。足を閉じてやるというよりは開いてやっていきます。さあそのまま全身体幹をしっかりと固定しながら、肘で地球を押してください。肩甲骨もうまくコントロールしながら、お尻が下がってしまわないように頭から足まで一直線。 OK ナイス。30秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレーニング動画実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よかったら高評価もお願いいたします。ということで次の種目はサイドウォークプッシュアップです。プッシュアップをした後に、今回は足を閉じてプッシュアップします。そしてプッシュアップをした後に横に足と手両方一緒に動かして、ちょっと横にずれていきましょうか。プッシュアップして横にずれてプッシュアップ、そして戻っていきます。結構体幹固定するのが難しくなってくるので、できるだけ体幹を固定、そして横に歩くときに片腕片足で体を支えなければいけないので、その時になるべくバランスを崩さないように、体が左右に揺れないように真横にスライドできるように体を動かしていきましょうか。自分の筋肉を自分でコントロールしてうまく使っていきましょう。 OK です。30秒間休憩していきます。体作りにおいて食事管理はもうめちゃめちゃ大切なんですよ。で体の変化だけでなく、ホルモンバランス、腸内環境が整ってストレスが減ったりとか、メンタル強くなったりとか、本当にいいこと尽くしなので、その食事管理のやり方は概要欄に載せてますので、よかったらそちらをチェックしてみてください。なのでいきなり全部できなくてもいいので、ちょっとずつ取り入れていただければいいかなと思います。ということで次の種目はショルダータッチ&クロス2アップ。プッシュアップをして肩タッチして、膝クロスショルダータッチ、プッシュアップのとショルダータッチをして、すみません、クロスプッシュアップ、ショルダータッチ、クロス体幹固定しながら、できるだけ上半身は動かさないようにしながら膝をクロスさせていきましょうか。残り10秒間プッシュアップをするときは地球を肘で押してください。肘で地球を押して体幹だけぶれないようにしていきましょう。気をつけのままです。 OK です。30秒間休憩していきます。プッシュアップでこうしゃがんでいくときに、こう溝落ちを地面につくようにしてほしいんですけど、先にこう下半身がついてしまう方は結構体幹ぶれてる可能性があります。なので肩甲骨をうまくコントロールしながら、気をつけですね、頭から足まで一直線のままプッシュアップできるようにしていきましょう。どうしても体を地面の方に下げていくときに、体が先に足もこう下に落ちていってしまうので、腰が下がってきてしまうんですね。なので頭から足までを一直線のまま結構力使うんですけど、その状態をキープしたままプッシュアップしていきましょう。
そして溝落ちが地面につくまで深くしゃがんでいきます。さあ今回はイン&アウトを取り入れてみました。プッシュアップをした後にイン&アウト、上半身しっかりと固定させていきます。結構これ腰反ってしまう方が多いんですが、そうなってしまうと腰を痛める可能性が出てくるので、できるだけ体幹固定したままちょっと猫背の姿勢でも全然 OK です。なので体幹固定しながら行っていきましょうか。OK です。30秒間休憩していきます。ということで次の種目でラストになるんですが、ラストはプッシュアップをして終わりにしたいと思います。マジでわかります。めちゃめちゃ腕肩胸痛いですよね。体幹固定するの結構きついですよね。ここからがご筋トレですよ。筋トレは限界からのあと一歩、そこに成長というものがついてきてくれるんですね。常に成長成長成長するためには今を全力でやることだけなんですよ。誰かと比べる必要はなくて、昨日の自分よりも1ミリでも頑張れた、今の自分最高に最高に頑張ったよっていう状態であれば絶対に成長してくれます。無駄な筋トレなんかこの世の中にないんですよ。だから追い込んでいきましょう。限界の向こう側へ、今の自分と戦ってください。さあ一回一回全力でプッシュアップをしていきましょう。できるだけ残り8秒間繰り返していきましょうか。休み休みでも OK です。残り4秒間、3秒間、2、1、 OK、 ナイス、お疲れ様でした。めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。肩腕胸パンパンにパンプアップしてるんじゃないでしょうか。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと褒めまくっちゃってください。フィットネスメイトではこの中でトレーニング動画実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったら高評価もお願いします。感想コメントでぜひ聞かせてください。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネルはすべて概要欄に貼ってますので、そちらの方もよかったらチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。